土間の脇のはしご段から発煙が降りてきて、まあおばさんと言った。地味なもんぺを着て髪に黄色いリボンを結んでいる。ええリボンやなと母親はお世辞を言った。言いながら自分の息子があれほどこがいている娘をしげしげと観察した。心なしか少し顔やすれがして肌はいくらか白くなっている。そのために瞳の黒さが一層目立って澄んで光って見える。見られているのを知った初恵は赤くなった。母親は自分の勇気に確信を持った。照吉に会って息子の婿を訴え、心情を卑劣して二人を沿わせてやることだ。親同士の話し合いのほかに解決の道はない。お父さんうちかな。はあ、お父さんに話があるよってちょっと取り継いで送んない。はあ、少女は不安な表情で階段を上っていった。母親は上がりかまちに腰を下ろした。待っている間は随分長かった。タバコを持ってくればよかったと彼女は思った。待つうちに彼女の勇気は萎えてきた。自分の抱いた空想がどんなに気違いじみたものだったかということが分かってきたのである。ひっそりと階段がきしめいた。発煙が降りてきた。しかし降り切らずに階段の途中で体をちょっとひねるようにして物を言った。階段のあたりは暗く、うつむいている顔はよく見えなかった。あのお父さんは会わん言うてますけど。会わん？はあ。この返事ですっかり勇気のくじけた母親は屈辱感で別の劇場に駆られた。ロークの長い一生を後継になってからの言い知らぬ観難を一時に思い出した。そして唾を飛ばすほどの語気で、しかし体はもう半分外へ出ながらこう怒鳴った。よし、貧乏後継には会いたない言うのやな。二度と敷居をまたがんでほしい言うのやな。こっちから先に言うがな。え、お父さんに伝えとけ。こんな家の敷居は二度とまたがんとな。母親はこの失敗の顛末を息子に打ち明ける気にはなれなかった。八つ当たりをして初恵を憎み、初恵の悪口を言って帰って息子と衝突した。あくる日一日、母子は口を聞かなかったが、親子は口を聞かなかったが、次の日には和解した。すると急に息子に泣きつきたくなった母親は、照吉訪問の失敗を打ち明けた。真珠はというと、発生の手紙で、すでにそれを知っていたのである。母親は自分の告白から、あの最後の乱暴な捨て台詞を吐くくだりを省いたが、発生の手紙もまた、真珠の心を気づけまいとして、それを省いていた。そこで真珠には、玄関払いを食らった母親の口上句だけが身に染みた。若者の優しい心は、母親が初恵の悪口を言うのも、もっともだとは言えなくとも仕方のないことだと考えた。今まで母親に対しても決して隠してはいなかった初恵の恋慕の思いを、今後は親方と友人以外には誰にも明かすまいと心に決めた。親孝行のつもりでそう決めたのである。そこで母親は失敗した善行のおかげで孤独になった。それがあったら、初恵と会えない一日の長さを嘆かせるに違いない。給料日が一向になかったのは幸いだったが、仰せは立たれたままに5月が来て、ある日龍二が真珠を有頂天にさせる手紙をもたらした。明日の晩はお父さんが珍しくお客をします。都の県庁から追い出たお客で家へ泊まられるのです。お父さんはお客をすると大酒を飲んで早くに寝てしまいます。夜の11時頃なら大丈夫、抜け出せると思います。八代神社の境内で待っててください。その日寮から帰った真珠は新しいワイシャツに着替えた。何も打ち明けられない母親はおずおずとその姿を見上げた。嵐の日の息子をもう一度見るような気がしたのである。真珠はすでに待つ辛さを十分に学んで知っていた。
そのためには女を待たせればいいのである。しかしそれができない。母とひろしが寝床に入ると、新次は外へ出た。11時までにはまだ2時間もある。彼は青年会へ行って時間を潰そうかと思った。浜のその小屋の窓から灯火が漏れて、泊まりの若者たちの話し声がしている。新次は自分の噂をされているような気がして、そこを離れた。夜の突堤に出て、若者は潮風に顔をさらした。すると初めて重吉から初江の身元を聞いた日の夕方に、水平線上の夕雲の前を走る一艘の白い貨物船の影を、不思議な感動を持って見送ったことを思い出した。あれは未知であった。未知を遠くに見ていた間、彼の心には平和があったが、一度未知に乗り組んで出版すると、不安と絶望と混乱と悲嘆とが相携えて押し寄せてきたのである。彼は今喜びに勤んでいるはずの自分の心が、どこか一箇所くじけて動かない理由がわかる気がする。今夜会う時の初江はいずれ早急の解決を迫るだろう。駆け落ちか。ところが二人は孤島に住んでいる。船で逃げ出そうにも、新次は自分の船を持っていないし、第一金がない。心中か。島にも心中をした者がいる。しかしあいつらは自分のことしか考えない勝手な奴らだと、若者の堅実な心は拒んだ。死ぬことなどを一度でも考えにのぼせてみたことはなかったし、何より彼には養わなければならない家族があった。いろいろ思い巡らしていると、時間は意外に早く経った。考えることの増えたな若者は、ものを考えるということのこの思いがけない効能、暇つぶしの効能を発見して驚いた。が若いしっかり者は考えることをきっぱりやめた。どんな効能があろうと、ものを考えるという新しい習慣に彼が何よりも先に発見したのは端的な危険であったから。新次は時計を持っていない。強いて言えば時計は必要でない。夜も昼も時間を本能的に知覚する不思議な才能を代わりに持っている。例えば星が映る。その移行の精密な測定に長けていなくても、夜の大きな輪が巡り、昼の大きな輪が巡っていくことは体でわかる。自然の連環の片隅に身を置けば、自然の正確な秩序がわからないはずはなかった。しかし実のところ、神事は八代神社の社務所の入り口の段に腰を下ろし、すでに10時半の一点書を聞いていた。新館の家族は寝静まっている。その雨戸に耳を当てて、若者は柱時計がしめやかに鳴らしている11点書をつぶさに数えた。若者は立ち上がって、松の暗い木陰をよぎり、200段の石段の上に立った。月はなく、薄い雲が空を覆っていて、星は稀にしか見られない。石灰石の石段は、それでも夜の微光を残らず集め、神事の足元に大きな荘厳な幕府のように白くかかっている。伊勢海の広大な眺めはすっかり夜に隠されていたが、知多半島や渥美半島のところ、まばらな灯火に比べて、宇治山田のあたりの灯火は凝集して間隔を置かずに見事に続いている。若者は自分のおろしたてのワイシャツを誇らしく思った。この飛び切りの白さなら200段の一番下側でもすぐ目に留まるだろう。100段目あたりのところで、1段には左右から差し出した松の枝のために暗い影がうずくまっていた。1段の下に小さな人影が現れた。真珠の胸は喜びに高鳴った。一心に石段を駆け上ってくる下駄の音が、その小さな影に似合わぬほど大きくあたりで反響する。息の切れる様子も見えない。自分も駆け下りて行きたい思いを真珠は抑えた。こんなに待ったのだから、彼は悠々と一番上で待つ権利があるのだ。
顔が見えるところまで来たら思わず大声で名を呼びかけようとする自分を抑えて駆け置いて行かなければ済まないかもしれない。どこで顔がはっきり見えるだろう。百段目のところであろうか。その時シンジは足元に異様な怒声を聞いた。声は確かに初江の名を呼んだようである。百段目のやや広い段のところで初江は急に立ち止まった。胸が大きく波打っているのが見える。松の陰に身を隠していた父親が姿を現した。照吉は娘の手首を掴んだ。親子が二言三言何か激しい言葉をやり取りする姿を信二は見た。信二は石段の頂上に戒められたように呆然と立っている。照吉は信二の方を振り返って見ようともしない。娘の手を掴んだまま石段を降りてゆく。若者は同じ姿勢のままなすすべも知らず、頭も半ばしびれるような心持ちで石段の傾きに衛兵のように佇んでいる。親子の姿は石段を降り切って左折して消え去った。第13章。雨の季節は島の若い娘たちにとってはちょうど都会の子が胸を押さえつけられるような気持ちでそれに直面する楽器試験の季節に似ていた。この技能は小学校の 2,3 年の頃から海底の石の取り合いをするよう遊びで覚え、それに競争心が加わって自然に上達するが、その道にいよいよ入って気ままな戯れが厳しい仕事に変貌すると、若い娘は誰しも恐れをなし、春が来ればもう夏の訪れを厭うようになるのであった。冷たさ、息苦しさ、水中眼鏡に水が入ってくる時の言い知れぬ苦痛、もう2、3寸でアワビに手が届くというところで全身を襲う恐怖と虚脱感、それから様々な怪我、海底を蹴って浮き上がる時に鋭い貝殻が指先に当たる傷、無理を犯した潜水の後の名前のような気だるさ、こういうものが記憶の中でますます研ぎ澄まされ、反復によって恐怖は一層募り、夢の入る余地もない深い熟睡の中からさえ突然悪夢が娘たちを呼び覚まして、深夜自分の手のひらが握っているおびただしい汗を何事もない平和な寝床の前の闇にしかし見させたりすることがしばしばあった。夫を持った年配の尼たちは違う。水にくぐって出てきては大声で歌い、大声で笑って話す。仕事と楽しみとが混然と一体になったような調子なのである。それを見る若い娘は自分だけは決してああはなれまいと思うのだが、やがて何年か経ち、いつの間にかその陽気で連達な尼たちの一人に数えられている自分を発見して驚くのであった。歌島の海女は6月7月に最も働いた。根拠地は弁天岬の東側の庭の浜である。その日も入梅前のすでに初夏とは言えない激しい日境の浜に焚き火が焚かれ、煙が南風につれて王子の古墳の方まで流れている。庭の浜は小さな入江を抱き、入江はまっすぐに太平洋に望んでいる。沖には夏雲がそびえ立っている。小さな入江はその名の通り庭園の結構を持っていた。浜をめぐる石灰石の多くの岩が西部劇ごっこをする子供たちが岩に身を隠してピストルを発射するためにいかにも格好な縁を整え、しかもその表面は滑らかで、ところどころに開いた小指ほどの穴はカニやハマムシの住処になっていた。岩に囲まれた砂地は真っ白で、海に面して砂防の崖の上には花盛りの浜湯が、長楽期の寝乱れたような花ではなく官能的なネギのような白さのしたたかな花弁を紺碧の空へ振りかざしていた。
焚き火の周りは昼休みの微笑に騒がしかった。砂はまだ足裏を焼くほどではなく、水は冷たかったが、それでも水から登ってきて慌てて綿入れを着て火に当たらねば